ハードキャッスルエリザベスは、セントフォース所属のフリーアナウンサー、元子役、元ヘアモデル。東京都港区出身。父親は、イギリス人、母親は、日本人のハーフであり、幼少期に、香港に在住経験がある。小学生時代に、シュガースパイスに所属し、子役として活動し、NHK 教育の、英語で遊ぼ愉快なファミリーラップトーン。 に2001年4月から2003年3月までエリー役で出演。京仙女学園中学校、高等学校から成城大学法学部に進学し、在学中の2011年、ミス、成城キャンパスコンテスト2011のグランプリを受賞。高校時代から大学時代にかけてヘアモデルとしても活動していた。大学卒業後の2015年、山梨放送に入社。 同期のアナウンサーは、水越千尋。アナウンサー活動時のフルネームの表記は、お省略及び生命を逆にした、ハードキャッスルエリザベスだが、枠時山梨出演時等がついた状態で表記されることがある。ハードキャッスル性の由来について本人は、もともと貴族の出身だそうで、その昔は、と語っている。 2019年3月末でイブスを退社することを自身のインスタグラムで発表し、同年4月からセントホース所属のフリーアナウンサーとして活動を開始した。2021年9月3日、海外を拠点で働く一般男性との結婚を発表した。エリザベスという名前の由来は、父親がレイチャールズのエリー・マイ・ラブ、母親がサザン・オールスターズの 愛しのエリーが好きだったことからフルネームが長めなため出演番組では愛称で呼ばれることが多く山梨放送の番組内では主に報道番組等を除きエリー、ベストの愛称が使用されていたフリー転身後に放送が開始されたワンモーニング内ではザベスさん 水モーニング等といった愛称が使用されており、エリーという愛称は使用されていなかったが、2019年9月からニュースエブリーに出演するようになってからは番組内でそう呼ばれる。本人は本当はエリーって呼ばれたいと語っている。趣味はランニングワインヨガ、温泉巡り。特技は体が強いこと、英会話、ててて。TV のコーナーで学んだ。 公衆弁とカイヤのモノマネ。子役時代に、英語で遊ぼうの出演終了後、仕事のオファーがない時期が続き、仕事は与えられるものではないという挫折を味わったことを明かしている。明石やサンマのファンであり、アナウンサーになる際の目標がサンマと共演することであったことを、イブス時代の公式ブログ及び、サンマの人娘であるイマルと共演した際に明かしている。 サンマとは入社後、踊る。サンマ御点。で共演を果たしている。子役時代山梨放送時代全国、放送セントフォース時代山梨放送時代セントフォース時代。ありがとうございます。